8月26日に TBS 系で放送される世界不思議発見。に漁期。B、ファーストがミステリーハンターとして出演する。動画、韓国で K-POP のルーツに迫る漁期の予告映像次回の番組では K-POP のルーツとも言われる男性たちの集団で、韓国に今から約1500年前に存在していた、ファラン、ファラン、オフィーチャー。番組初出演となる漁期は韓国を訪れ、 現在の K-POP の聖地やファランの誕生の地を巡るほか、ファランが実際に行っていた修行にも挑戦する。番組公式サイトには取材を終えたりょのコメントも掲載中。この中でりょは僕がミステリーハンターとして韓国へ行って学ばせていただいた様々なことを皆さんに届けたいですし、僕なりに解釈したことも画面を通して一緒に感じてもらえたら嬉しいですね。 その場ごとに自分なりにキャラクターを作ったり相談したりしながら取り組んだので細かいところまでぜひ注目してみてください。と視聴者へ見どころをアピールして。